皆さんこんにちは、三原一太です。稲荷です。一ペレようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいはい、さて本日も宮城谷正光先生についてお話をさせていただければと思います。はい、はい、宮城谷先生のおすすめの作品、うん、猛将軍長寺太公望とを挙げました、うんうん、今日はその長寺という作品の書かれている時代、うん、中国の春秋時代、はい、そのあたりのことをちょっとお話しさせていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、ですね、うん、宮城谷先生の作品、うん、ちょっとずつ時代がずれた時に、はい、その別の作品の登場人物が出たり、うんうんうん、別の作品で起きた事件が影響してたりとかっていうことがあるんですね。おう、それが面白いの。何このしっとり感。面白いね。それがたまんないんですよ。たまんない、ね、あの、うん、歴史を紡いでる感がすごいあるの。あー、なるほど。読んでくだけで、うんうんうん、それがねいいんですよ。つながってくっていう、そう、つながってくっていう感じそうで、その中国の春秋時代、はい、あの一口に春秋戦国時代っていう括りで、うん、あの表現というか表すことが多いんですけれども、うんうん、厳密に言うと春秋時代戦国時代って分けることができます。お、まあ、厳密に言うとって今言いましたけど、はい、どこで分かれるのかっていうのは学者先生によってかなり諸説ふんふんとしてます。厳密じゃない、厳密じゃないそうなんだ。いや、そうなのよ、そう、そっち困りもんなんだけどね。確かに、まあ、一応ここで区切るんじゃないかみたいな、うんうん、あのを、まあ、何人かは言ってたりとかするんですけれども、はいはいはい、まず春秋時代、はい、王朝的に言うと、うん、周という時代ですね、はいはいはい、あの殷周の周です、うんうんうん、あの漢の前、前漢の前の時代ですね、はい、その周の時代も、うん、青州東州というふうに、うん、西東というふうに分かれて時代が変わるんですけども、うん、いわゆるその東州時代を春秋時代、東州時代の、まあ、前半というか、うん、春秋時代ということが多いです。なるほど。で、区切りとしては、あ、このあたり、あの、興味があればというか、これ小説を読んでくれれば全然理解できるんですけど、今はほーほーへーって思ってくれればいいです、はい、今僕がその状態です。ほーほーへーってなってる春秋時代、うん、戦国時代の変わり目は、うん、その秦っていう国があるっていう話を前回もしたんですけれども、ね、高杉晋作の秦、うん、はい、この国が、うん、中国のなんていうんですかね、ちょっと、中国の中の、まあ、北の方というか、うん、黄河の上の方あたりを治めてたんですけど、はい、ここが、魏と趙と漢っていう3つの国に分かれるんですね、はい、それぞれその魏なんとかさん、趙なんとかさん、漢なんとかさんっていう家臣たちが力をつけて秦っていう国をまあ3分割してしまうみたいな時代が来るんですけど、はい、それぐらいの頃をもって春秋時代から戦国時代っていうのに変わるよというふうにしてることが多いかと思います。なるほど、はい、まあ、でその前半の春秋時代を宮城谷先生が扱っている小説たちなんですが、はい、長寺っていう作品をなぜ一番最初に進めたかというと、はい、その宮城谷先生が、この時代扱った小説の中で一番最初に、その時代的に言うと先頭に来るわけじゃないんですけど、うん、ないんですけど、長寺を読むと他の作品のその流れとか、はい、他の作品に出てくるその別のキャラクターの宇治素性とかがすごくよくわかりやすいんですよ。なので長寺を軸に、うんうんうん、その前後の作品を読んでいただきたい。なるほど。時間軸的に順番で言うと、はい、まず漢中という作品があります。漢中、はい、うん、いわゆる漢方の交わりっていう言葉があったりとかする、中国でも指折りの名宰相ですね。宰相、はい、はいはい、うん、首相的な、はいはいはい、はい、あの諸葛孔明が憧れた人物のうちの一人、うん、この漢中っていう人と戦国時代の楽器っていう人物ですね。なるほど。そのうちの一つです、はいはい、で漢中、まずこれが、宮城谷先生が書いてるこの春秋時代の中では一番前の時代になるんではないでしょうか、うん、なるほど。そして次に来るのが長寺、長寺です、はい、うん、そしてその次に来るのが砂丘の回廊、砂丘、砂の中、砂もあの山水に少ないって書く砂だね。はい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 、はい、砂丘の回廊、はい、これはその秦っていう国の長寺が置いた後に出てくる
その家臣というかそれが中心になってくる話、うん、なるほど。そしてその次に読んでいただきたいのが安史。安史、安史、ちょっと発言発音はちょっとわかんないんですけど、うん、安史です、うん、安永っていう人物ですね。ほう、安永さんもいわゆるすごく有名な、うん、政治家さんなんですけども、うん、ちっちゃくてね背がそうなの、そう、いや、ちっちゃいっていうことで、うん、バカにされるのをやり返したりとか、おわざわざその身長が突起事項として書かれたりとかするぐらいちっちゃい。まあ、やっぱこれやり返すのもまたとんでもねえことをやるんだろうな。いやすごいのよ、その安史のエピソード。例えばそのちっちゃいのをバカにされると、うん、姓っていう国の人なんですね、はいはいはい、で、祖っていう国に、うん、まあ、その外交上のお使いに行くんです、はい、でこう安永がこうお使いに行くじゃないですか、うんうん、ところがその国の王様がその時、うん、まあ結構意地悪な悪い王様で、うん、え、何そんなちびっ子が来んの、うちのことバカにしてんじゃないっつって、うん、おお、どっちがバカにしてんだっていう話。じゃあ、まだ、じゃあそんなやつにはちょっとじゃからかってやろうっつって、おお、いわゆるその祖の国の王宮にバーっていわゆる正門ですよね、うん、でっかい門があって、はいはいはい、で安永はね正の国を代表してきてるので、うん、まあ、当然そこから入ろうとするじゃないですか、うん、いや違う違う違う、あの小人にはね小人専用の扉があっちにあるから、うわ、あのちっちゃい、あのいわゆる脇の通用門みたいな、おー、なるほど。そう。そしたら、うん、俺はその、私はその、聖の国の、ちゃんとした、その、使者、なのだから、うん、小さな扉から入るわけにいかないと。うん、その国がまさかそんな間違いを犯すはずがないでしょう、みたいな。そうだよね。あ、じゃあまあ真ん中からどうぞ、みたいな。その後もまあいろいろこう、からかわれることがあるんですけど、うんうん、例えばこう、謁見した時に、そばに、その、安永の、すぐ近くに罪人がいて、うん、なんでこんなところにこんな奴がいるんだろうって思いながら、うん、そしたら王様が、その王様が、うん、そいつはね聖の国の人間なんだけど、うん、うちの国で盗みを働いたんだよ。おう、で聖の国の人間ってのはみんな泥棒なのかいって言って、うん、そしたら安永が、うん、この人は聖の国にいる間は泥棒をやらなかったんですよと、うん、でその国に行ったら泥棒やったんで、うん、それはその国の風土が悪いんじゃないですかって言い返したんですね。バチバチ。そう。で、いや、そういうことじゃないけど。安永の勝ち。そう。で、そういうのを安永さんがこう、堂々といろいろ言うんですね。まあ、安永さんっていう人は、いわゆる陰口を言わないっていうのが一つ、まあ、その特徴的な人なんですけど。なるほど。でもその安史っていう作品があります。はい、その次が、史さん。資産、はい、子供の子に産むと書いて資産ですね、うん、はい、でこの寒中長寿左中の回廊安史資産、はい、これが縦軸です。縦軸、はい、春秋時代の縦軸。なるほど。これをこう読んでっていただくと、うん、いわゆる春秋時代になっていく初めから中盤を過ぎ戦国時代に移り変わるまでを、うん、その時代の主役たちおを点々と追っていくような形で読むことができます。なるほど。はい。で、さらにこの資産の次に、五越春秋っていう作品が出てるんですけれども、これも読んでいただくと、ちょうど戦国時代に渡っていけるかなと。なるほど。で、まあ、その一つ、特徴がありまして、うん、なんていうか、宮城谷さんって物事の根幹を結構描きたがる方なんですね。なるほど。その起源というか、うん、どうしてそうなったんだろうみたいなの、それを探っていくうちに主人公のお父さんとかその前の時代から物語がスタートされることが多いんですよ。例えば今挙げた話だと、長寿、長寿、長寿は主人公は長寿なんですが、うん、長寿のおじいちゃんから始まります。おおじいちゃんから始まって、うん、でおじいちゃんからお父さんになり、お父さんにこの長寿が結構終盤疎まれるんですね。で長寿が43歳ぐらいで国を追い出されちゃうんです。おそこから20年間ぐらい中国をぐる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 放浪しまして、うん、で60過ぎになってようやっと国に戻ってきた時にはあの名君になる素質を備えていて苦労もしたからさ、うんうんうん、でその後中国全体をこうなんとなくこう収めるわけじゃないけど、うん、そのトップだよみたいな形で名実ともに、なるみたいな、そういったお話なんですけども、なるほど。例えば長子、それから、この中で言うと安史、うん、資産、このあたりもお父さんの活躍が非常に前半描かれています。へー。いや、こういう父があってこういう息子がいる、うんうん、
受け継がれていくもの、子供が見る親の背中みたいな、はいはいはい、あそういったものを描く筆致の癖といいますか、あものが多いですね。これは次の回でもお話する戦国時代ものでも結構そうなんですけれども、 なんかそのあたりの機微ですね、うん、その時代を追ってその時代のつながりもそうだし、その作品の中の親子であったり、うん、師弟であったり、その受け継がれていくものみたいなものを読んでいただくのもまた面白いかなと思います。はい、で春秋時代もの縦軸がこうだと言いました、うん、で横軸というわけではないんですが、はい、補足として、うん、いろいろ中編であったり短編小説があります、うん、まず、短編小説のおすすめに挙げました沈黙の王、ほう、それから、猛火の太陽、うん、これはぜひこの春秋時代の長編ものとかを読んで、どれか一編を読んで、あるいはある程度何冊か読んだ後に読んでいただきたい、うん、その長編と長編の間をつなぐ時代のことであったり、その長編で描かれている時代のまた別の角度から別の一家を中心に描かれた小説だったりとかするので、ちょっとしたスピンオフ的な、そうちょっとしたスピンオフ的な、なるほど、これはねすごく楽しいんですよ。別の小説だとその人が出てきてこういうやり取りしましたみたいなのがちょっと出てくるんだけど、その人のバックボーンにはこうだったんだっていうのがすごい書かれたりとかするんで、これね面白いです。なるほど、純粋に面白い。僕は猛火の太陽の月下の原始っていう短編があるんですけど、はい、猛火の太陽は短編集なんですね、うんうん、それが結構好きなんですよね、すごく、あいや、ね、好きなんだよなと思って今ちょっとエピソードを思い出してたんだけど、つけてましたけど今。それから漢中と、春秋時代、漢中と長寿の間にあるぐらい、はいのお話として、夏季春秋という話があります。夏の姫と書いて夏季ですね、うん、中国史における絶世の美女のうちの一人、ね、三大美女みたいな話を前回ね、前回じゃねえ、でちょっと前ですか、うん、にやらせていただきましたけれども、そこにはちょっと登場しませんでしたが、うん、まあそれに並ぶくらいの美女と称されている夏季という人物、ほい、その人が出てきます、うん、その人が出てくるのが夏季春秋で、沈黙の王にはその人の娘向こうが主人公の話とかもあるので、そういうつながりがね、なるほど、どん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 楽しい、つながる、つながってくる、はい、あるいは、うん、おすすめで出しました火影の丘、はい、というのも、このちょうど長寿左中の回廊前後かな、うん、にそれらとは関係のないまた別の国のお話、なるほど、で読むことができます。これもおすすめでございます、はい、春秋時代ものが宮城谷先生結構ある時期ずっと集中してそうやって書かれてる時期があったので、うんうん、作品の数も豊富ですし、うん、読みやすい作品だなというふうにもちょっと思いますので、うん、もしよろしければやはり長寿から手に取っていただいて、そこから前に遡るのか後に続いていくのか、はい、ちょっと他の脇にそれるのか、それはお任せしますけれども、読んでいただければ幸いでございます、はい、というわけで、今回終わりにして、また次は戦国時代もの、それからそれ以外の作品についてももうちょっと触れられればと思っております、うん、楽しみ、はい、うん、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。